第3回知恵をくれ。本日も寸胴とみたらしでお送りします。あ、はい、みたらしです。お願いします。お願いします。いよいよシリーズ化仕掛けてますね、これ。まあ、いよいよっていうか、答えちゃおう。もう1回目終わった時点でもうなんかやるつもり満々だったもんね。うん、うん、面白かったもんね。どうやら今回は私みたらしじゃなくて寸胴がはい、知恵たちを持ってきたので、はい、まあ、スパッとサクッとずらっとみたらし回答お願いします。はい、まあ、一つ注意点としてはあれですね、ベストアンサーに、まあ、近くない方が面白いので、もちろん本心で答えてもらうんですけども、はい、まあ、その辺も考えつつお願いしますね。え、何ですかそれえ、それは何ですかそれは見てない、見といた上で見てない手で喋ってくださいということですか今のは。いえ、ありのままでお願いします。はい、わかりました。では、まあ、早速ですけどいきますね。はい、はい、ラジオネームボタンヒさん。ボタンヒさん、幽霊より、あ、はい幽霊より人間の方が怖いですか。私は人間より幽霊の方が怖いです。はい、ということですが、幽霊と人間どちらが怖いですかということですが、なんかタモさんが世にも奇妙な時の最後に言いそうなやつですね。言いそうだね。多分3回ぐらいは言ってますねそれ。てかあるよね、絶対絶対ある。だからタモさんは、うん、あのこの世の真理だから、うん、ベストアンサーとしては人間の方が怖いという、ほうほうほう、ことになるんですけども、うん、僕の意見としては、うん、幽霊に会ったことがないので私、あ、うん、人間の方が怖いですね。人間のなんかそういう怖い体験はあったりは、まあ、まあないですね。はい、じゃあベストアンサーですナイフを持った連続殺人犯に追われています。逃げる先には超有名な心霊スポット夜中です。はい、そのまま走って逃げ込みますか、ナイフを持った殺人犯の方向へ一か八かで迂回しますか、私は迷わず心霊スポットに逃げ込みますというようなベストアンサーなので、まあ正解です。ああ、なるほどね。なんかうまいね、例え話が。うまいね。これはね、俺も見た時納得したもん。うん、確かに。飛び込むわって。まあでもそれはさ、あの心霊スポット側にも包丁を持った髪の長い女の人が立ってるまで行って、まあ、どっこいどっこいだよね。フェアではないよね。フェアじゃない、かなり殺人鬼有利なの。じゃあ五分五分ってことかなそうだね、うん、五分五分です。状況による。じゃあ次行きます。はいはい、ラジオネーム大てんてんてんさん。はい、ドコモ口座はいつどの方角に見れますかということですが、南南東、夕方南南東の方を見上げてください。まあちょっと僕もよく分かんなかったんでそれで大丈夫だと思いますベストアンサーは、すんだことさん。どこか分かりませんがもろに見えたりします。はあ、ちょっとベストアンサーに選ばれた理由もちょっとよく分かんないのでまあ、サクって流していきましょう。はい、次ですね。次の、はい、ラジオネーム米米米米米さん。はい、男が女に言われたくない言葉って何でしょう。行けたら行くわとか、多分大丈夫とか、だって忙しいんだもんとか、できちゃったとか、何でしょうです。ああ、はい、男が女に言って、うん、言われたくない言葉。あ、言われたくないこと。あ、男が女にか。そう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 、もう今あのみたらしさんが噛んだところで完全にねあの、はい、行きたくないんだしんって言われるのはちょっと嫌だなって思いました僕は。だしん、語尾にしんをつけられたくないなってことでいい。
そうだね、今日もいっぱい筋トレしちゃったしんよって言われるのは結構きついですね。確かに、もうすぐあの人の顔浮かんじゃったもん。それをまあ置いといたら、うん、置いといて、まあベストアンサーが、カズさん、はい、家事分担の場合、私やるから置いといてと言われるとがっくりします。進んでやっているのに、てんてんてん。だからあれだね、まあ男男性側が、まあ、何かまあお皿洗いとかまあしようとした時にですかね、うん、私やるから置いといてって言われるとかですかね、うん、まあ進んでやろうとしてんのに、それをなんかもうなんか二度手間になるからやめてよみたいな感じで止められるみたいなシチュエーションだと思いますね。ああ、諸説ありですね、それはかなり、うん、まあでもどっちかっていうと俺的には語尾に芯つけられた方がいいやと。そうですね、うん、確かに女の人がそれ言ってるったらもう本当に嫌だね、うん、いやもう逆にいいまである。私やるから置いといて芯。絶対やんないよそれ。絶対にやらない人のセリフだから。そう、確かに、うまい。座布団持ってって、しんちゃん。座布団持ってかれたわ、はい、次行きましょう。はい、ラジオネーム ID 非公開さん、謎な行動を取る人の心理が知りたいです。付き合ってる人がすぐ私の鼻の穴に指を突っ込もうとしてきます。嫌だと言ったら私の手を彼の鼻の穴に入れようとしてきます。なんでそんなことをするのでしょうか、という質問ですけれども。いやー、非常によくわかる質問ですね。わからんでもないよねこれは。わからんでもない、ちょっとやりたくなっちゃう気持ちはある、うんうん、男目線でいくとわかる、うん、これむずいな、だってやりたくなっちゃうもん、やってくる人いるよね女の人でも。いるんだ。いるかって言われたら会ったことはないけど。会ったことはないんだ。やりそうだなって人はちょっと浮かぶかも。ああ、変な人ね、ちょっと、うん、まあ確かにね、それぐらいが、うん、良くない。まあ確かに距離的にはね、距離感的にはいい距離感だと思うよね。でもそのいたずらし合える、うん、その女の人は結構割とマジで嫌なんだろうね。かな、うん、多分割と嫌で質問してるんだろうね、うん、相手の気持ちがわからないという。入れる、まあ、自分が相手の方に、相手の鼻の穴に突っ込むのはまだいいけど俺は、うん、あ、うんうん、俺の言う、ん？どっちだ？嫌だと言ったら私の手を彼の鼻の穴の穴に入れようとして、あ、そうだね、うん、相手の指を自分の鼻には入れたくないな。あ、入れたくないんだ。入れられたくない、うん、そう。あ、そうなんだ、その線引きはあるんだ。いや、なんとなくそっちは彼女さんが嫌なんじゃないかなって思ったんだけど。ああ。それもどっちもどっちか。どっちも、まあ、どっちもどっち説あるな。まあ多分そんな考えてないよね実際。ああ、多分本人は何も考えてないね。うん、うん、だと思います。で、一応ベストアンサーは、SCR さん。調教のようなものじゃないですかね。私も幼馴染の彼氏が変な性癖持ちだったりするやつで、大丈夫かなと思ったことは何度もあります。カップルによっては他人から見ればもっと変なことをしている人はたくさんいます。互いに受け入れるかどうかだけの問題でしょう。なるほど、なるほど。これ以上に変なことをしている人がいるから安心してくださいと。気になるな、性癖カップル。確かに、なんだろうね、性癖はまた別だよね。うん、なんかちょっと意味合い変わってくるよね。意味合い変わってくるね。うんちとかまあ漏らし合ったりしてるんかね。うわ、それは特殊がすぎる。まあそのもうちょっとでもね、気になるんで突っ込んでみたいと思います今度。確かに。え、これに対して返事をちょっとしておきますね。あ、はい、また進捗を乞うご期待ください。え、返事をしておく。え。え、このベストアンサーに対して返信をしとくから。寸胴さんが返信しといてくれるんですか。あ、そう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 、そういうことです。ああ、なるほどね。うん、
あ、じゃあ、はい、気になります。性癖教えてくださいって。じゃあ次ですね、はい、はい、ラジオネーム ID 非公開さん。サザエさんってカツオが主役に感じるのは気のせいでしょうか。サザエどうでしょう。カツオが、まあ、確かにサザエさん、うん、主役説薄いね。うん、印象に残ってるのはカツオかもしれん。やばいな、サザエさんで主役っていう概念をあんまり考えたことなかったな。確かに。いやでもほとんどサザエの話だもんな、歌は。買い物しようと街まで。確かに。そう、陽気なサザエさんだから、愉快なサザエさんだし、3番はちょっとわかんないけどよく考えたらそれサザエさんが作ったんじゃないかってぐらいのサザエさん曲やな。確かに。自伝かなぽいね。なんかあれじゃない、もしかしたらさ、あの、うん、あれってもともと漫画とか、漫画とかなんじゃない、4コマ漫画とかかな、確か。わからん。そんなんだった気がするけど、うん、その時はサザエさんがもうちょっと主役だったかもしれない。あ、実はアニメになったがゆえに。だからなんかその何、だんだんそのサザエさんとしてあの漫画を始めたはいいけど、うん、まあなんかちょっとちょけた少年が主人公の方がやりやすいなみたいになって。あれじゃん、ネタが切れるんじゃない、もうサザエさんとかもう真面目だから。まあそうだな、怒る役だもんねサザエさん。うん、だからサザエさんとカツオでダブル主演みたいな。そうだね、カツオメインのネタの方がこうちょっとね浮かんできちゃったから、うん、シフトして五分五分ぐらいにしとこうみたいなになったってことですね。なるほど。見解は、みたらし見解はそういうことで、ベストアンサー、はい、じゃがりこさん、かっこサラダ。自分も小さい頃はカツオが主人公だと思ってました。題名は猫型ロボットでも主人公はメガネのダメな少年だったりすることもあるので、そういう場合もあるのかと。ドラえもんですか。例えもついてて非常にわかりやすいんですが、ドラえもんはのび太が主人公なの？主人公になってるみたいだね、この人の中では。初耳学ですが、はい。あ、でも別に主人公って明言してはないのか。でもね、題名ドラえもんだからドラえもんじゃね、それで言ったらドラえもんだと思うけどな。で今回はだってさ、サザエさんっていう題名なんだからサザエさんが主人公なんでしょっていう前提から始まってるもんね。うん、ちょっとこの人ダメだね、サガリコかっこサラダさん。はい、やっぱ、うん、論破です。ジャババターの方がいいと思います。いやー、それは諸説。来ました。伝説の質問。はい。ラジオネーム ID 非公開さん。はい。できるできないの競争で上に行くという言葉があるけど、その上に行くって成功を破壊するという意味では？質問は完了したんですね、今。そうです。できるできないの競争で上に行くという言葉があります、まず。はい。その上に行くっていうのは成功を破壊するっていう意味じゃないですかっていう質問でしたね。哲学かな。まあまあまあ。これちなみに何、はい、だっけ、前あったのは何だっけ前あったのは、何でしたっけ、できるできないの競争に勝つことには、はい、何だっけ、バケツの中のカエルになることですかみたいな、はい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 、感じでしたね前は。数年前の AI が書いてるこれ。いや、9月21日なので最近の AI でももうちょっとまともなこと言語生成すると思うんだけど、これ完全に脳をバグらせに来てるもんね。ちょっと解読してもらっていいですか。まず一回聞くと頭おかしなるで本当に。もう一回読むよ。はい、できるできないの競争で上に行くという言葉があるけど、うん、その上に行くって成功を破壊するという意味では。はい、いやもう、あ、ちなみにこれベストアンサーが今ないので。あ、ないんだ。ないんだろう。回答することでベストアンサーになりうるので、ね、真剣に答えていただいていいですか。わかりました。
そうです。多分選ばれんな。いや、誰も回答しないから選ばれるな、これ。選ばれる。じゃあ次、はい、なんか意味わからんのからちょっと切り替えて、はい、いきますね。ラジオネーム JUC さん。ドラえもんについての質問。はい、アニメ「ドラえもん」でのび太とドラえもんはどちらが主人公だと思いますか？今日ちょうど学校で話題になりました。どうなのか皆さんの意見を聞きたいです。たくさんの回答を待っています。なるほど。なんかちょっとさっきと関連づいてしまいましたが、学校だったんだ、ここちょうどうちの学校でも話題に上がったんですよ。ちなみにこれは2011年の記事なのです。なるほどね。すごいですね、時代先行ってんな。うん、これはどっちが主人公か話題になって、うん、この人はどっちとは言ってないんだ別に。この人が、うん、言ってないね。ああ、どう、だから前さっきの話と関連して言うなら、うん、ドラえもんっていう名前のアニメだから、うん、ドラえもんが主人公じゃないですか。まあ、とりあえず普通はその考えであっていると思いますが、映画とかだと、うん、あののび太とってつくよね。ああ確かに、のび太となんとかかんとかってつくんだよね。だからあれは一応のび太目線というか、うん、まあ、主人公のび太、映画ドラえもんだもんね。ああそうだっけ、映画ドラえもんのび太とみたらしの秘密の部屋みたいな。そうそうそ う, そ う,、うん、そ う, そ う, そうハリーポッターのね。だから、うん、だから何？だから普段のやつはドラえもんが主人公で、うん、映画はスピンオフみたいなことだよね。うん、なるほどですね。はい、ベストアンサー PUU さん。私なりの解釈ですが、主人公はのび太でドラえもんは主役だと思います。原作は読んだことがないのでアニメでの話、話の中でメインとなる人物が主人公と言えるのではないでしょう。ノイでしょうか。ノイでしょうかって書いてありますね。あ、ってことはないでしょうかではないから意味がガラッと変わる可能性ありますね。あるね。あ、難しい。ちなみになんか同じ解釈をすると、はい、もののけ姫だと主役は3、主人公は明日か。はあ、ね、これあと鈴宮春日の憂鬱だと主役は春日、主人公はキョン。ちょっとそれ単位取ってないんですよね、分かんないな。隣のトトロだと主役はトトロ、主人公はサツキとメイと振り分けられます。は、何が言いたかったかというと、はい、タイトルの名前の人物イコール主人公ではないということです。なるほど。この人的には主人公はのび太でドラえもんは主役らしいっすわ。そのなんか言葉の定義みたいなところで戦いを挑んできました ね、この人だね。主役と主人公はまず別物なんだ。何が違うんだろう。なんかさ、うん、話の中でメインとなる人物が主人公って言ってたよね、うん、ってことは毎回変わるってこと、うん、主人公。そうだね。だってスネオ回あるでしょ、考えでいくと、うん、出来すぎくん回とかもあるもんね。そうだよね。絶対的に変わらないのは主役でドラえもん、で毎回の話で、主人公としている人は変わるってことでいいのかな。だから何ですか、何ですか、そうなんですか、まあそうみたいですね。あ、春日の憂鬱の単位を取ってきてください。はい、ちょっと気になるよね。気になる。いや、名作と言われてるアニメはね、見た方がいいのかなという、ことでね。まあ、また見とくように。はい、承知しました。はい、次いきます。ラジオネーム FPN さん。マックドカ食い気絶部とは何ですか。知ってます、みたらしさん。マックドカ食い気絶部。気絶部。あ、気絶部。気絶。うん、マックドカ食い気絶部ですか。そう、マックをドカ食いして気絶する部活なんですかね、これ。僕は高校生の時はマックドカ食い部には所属してたんですけど。いい、マジかよ。あ、じゃあもしかしたら地区大会とかで来てた
あの人たちはドカ食い気絶部の部門とかもあったってことなんですかね。あ、それ部門なの。あ、多分そうだと思いますね。気絶するまでやるか気絶しないレベルの戦いかみたいな。あ、ちょっと僕分野外なんでそこは分かりかねるんですけどもなるほど。あ、多分そういうことだと思います。いや、で一応ベストアンサー読んでおくと、DJS さん、主な活動としてマクドナルド商品をドカ食いして気絶するなどがありますっていうことなんで正解ですねこれ。あ、なるほど、正解なんだ。うん、みたい。でも実際にこれあるのかな。ないよね、あるのかな。まあありますって言ってるんで、あるんでしょうね。まあぜひ、俺も若かった頃だったら多分入れてたな。いやー、気絶部か。うん、全ての部活の中で一番きついよ確かに生死を争うからねそれだって搬送ってことでしょかね。緊急搬送ですよ。え、これネタじゃないの、本当にあるのかな。あ、いやいや、ネタだと思うよ。騙すなよ人死んじゃすいタイプなんだからはい、なんか言うとりますけどはい、次いきます。はい、はい、ラジオネーム ID 非公開さん、うんち我慢してる時の感覚好きなんですけど分かる人います？分かる？みたらしくん、分かりません。俺は分かります。いやー、そうですか。あ、ちなみにめちゃめちゃ我慢したおしっこを出す瞬間はちょっと気持ちいいですねそれも分かる、うん、で我慢してる時の感覚は別に嫌いです。普通になんか本当に漏れるっていう我慢じゃなくて、ほう、なんだろう、うんち持ってるよみたいな、なんかいつでも出せるよっていう状態あー、所有感のレベル、そうそうそう、の時は別に、うん、え、何、ブランド物なの。いや違います。グッチとか書いてある、もしかして。まあよく見たら書いてあるかもしれん、キノコに。あ、まあまあ、それはじゃあ所有感あるんでしょうね残念ながら三谷さん、ベストアンサー、未来へ歩いていこうさん、はい、それすごいわかります。子供の頃から特に土日の学校がない日の午後はいつも我慢してテレビを見たりするのが好きでした。ほう、それでたまに落としてしまうこともあり何度も怒られました。落としてしまう、少数派です。いや、少数派と決めつけるんですね統計学を勉強し直してください子供の頃から特に土日の学校がない日の午後はということなので、我々と同年代もしくはそれより前の、そうだね、土曜日午前中学校行ってた人たちですね。え、子供の頃から、あ、そういうことね。ない日は、あれ、今って土曜日学校行ってる？結局今行ってないでしょ。行ってないよね、うん、あのゆとりのタイミングで。そうだから土曜日のことなんじゃないこれ、うん、土曜午前授業とかだったよね確か。うん、そうだった、うん、だもう同年代よこの人。たまに落としてしまうこともあり何度も怒られましたってことはもう常習犯ですね。このね、うんち漏らしちゃうことを落とすっていうところがもうなんかね苦労と感がすごい。これもう我慢できてないじゃん、うん、まあ、その道の人なんだろうね、うん、もしかしてさっきの性癖の人この人かなこれ性癖につなげたらやばいね、確かに結構結構やばそう。我慢して我慢して落ちちゃうみたいなあー、まあまあまあ、うんち以外ならまだいいんだけど、うん、うんちに執着してたらちょっとやばそうですね。ちょっとそうですね、汚い話でしたね。はい、ちょっとはい、クリアな気持ちでじゃあ次の質問いきましょう。はい、はい、ラジオネーム ID 非公開さん、うんちを我慢している時にふと力を抜くとうんちの先っちょが出てしまい、穴を完全に閉めるとうんちが割れてしまう。かといって力を抜くと漏れてしまうので、うんちが割れない程度に穴を閉めなければいけないという絶妙な力加減が必要な状況って誰でも人生一回は体験しますよね。します、だそうです。え、一回どころじゃなくないですか。え、これはうんち限定の話なんだよね。だよね、そうだね。うんちに例えたなんかそのこういう状況というか、あの絶妙な力加減が必要な状況はあるよねっていうことなのかな。え、何それ、めっちゃ腑に落ちたんだけど俺はちなみにうんちが落ちると同時に、え、
これ俺が質問したのかなって思う程度に共感しちゃったこれ。え、ないですか？あ、ない人だ。ない人だ。でもお腹痛いなって時はすごい戦うじゃん。あ、締めようとしてね。そうそうそう。でも締めすぎるとみたいな時はあるかもね。え、締めすぎるとどうなるんですかそれ？締めすぎるとっていうか、力を抜くとか。あ、力を抜くと。え、それで言うならおならじゃないですか、うん、出そうな時の。え、なんかね、その 100% でこのガスを放出したら大変なことになるという場合ありませんか？小刻みにってこと？そう、特にあのちょっと下痢気味の時とか、お腹が怖いね、緩い時にちょっとガスが溜まって出さなきゃいけないとなった時に、うん、まあ我慢する場合もあるけど、まあいけるかなっつってこう、うん、スッスッスッみたいなね、こうちょっと刻んで出していくみたいなことはで、ちょっと漏らすみたいな、ちょっと漏らすことは一応ないですね、今まで。ギリギリセーフで、うん、一回あるなあるんだね。うん、いやまあでもこれに関しては本当にそういう例え話一切なく、うん、マジで共感しちゃうんだけど、これ全員そうじゃないの？まあ多分結構そうだと思いますし、ベストアンサーは、はい、なんだこれ、ベストアンサーはいいえ、年に2回は経験しますということらしいので、あ、結構こうある出来事っぽいっすね。なるほど。僕は本当に2回に1回と言っても1回に1回過言ではない。イタレシさんはもう解明してうんち漏らしマンさんで、だからこれね、漏らすとか関係ないんだよこの話。あ、何、あの便座上での戦いの話なんだよこれ。あ、便座上、え、これって何、便座上での戦いなの？あ、ごめん、これ勘違いしてたかもしれないけど、これ出したあとじゃなくて、うん、その辺にいる時の話じゃないんかな。あ、だって漏れてしまうって書いてあるから。あ、失礼いたしました。共感してるらしいんで、もうちょっと次に行きましょうか。三田さんはうんこ漏れぞっていうことで、じゃあ一つだけ確認したいのは、うん、うんちが終わりかけの時ね、こう踏ん張り中、うんで、お、もうちょっとで終わるぞっていうタイミングで、うん、この感覚になることない？あ、まだ出るのにみたいな。そう、あともうひとひねりで全部出るんだけども、うん、でもなんか三遍ってことだよね。そう、ふって今力抜けば多分終わるんだけど、キレが悪いから、うん、それはある。それと勘違いしてました。ああ、それはある。ああ、それになった時はもう頑張るかも、第二陣を待つかだよね。一回出て、まあできるだけ、だから僕はひねり出し派ですね。何がおもろいねこの話。ということでした。はい、次行きましょう。はい、次、ラジオネーム ID 非公開さん。はい、ペコパは時を戻せるのですか？まあよくよくっていうか、まあペコパのあの人ですね、シュウペイじゃない方、なんだっけ名前、何回も言ってんのに思い出せないな、あの飛龍院翔でしたっけ。あ、そんな感じの。それは多分歌ってる人、歌わないグループの中の歌ってる人だけど。ちなみにどんなネタか知ってます？時を戻す人でしょ。そう、まあ、本当にあの M1 のネタぐらいしか見たことないけど、うん、それの名前はあの人だよね。え、あ、なんでもないです。ちゃんと編集の時じっくり聞くわ。それの名前はの人ね。そうだね。あ、今時を戻そうって言うべきだったのか。本当にね。そうでしたよ。頭の回転が。で、これちょっとベストアンサーが面白かったんで、ちょっと紹介なんですが。はい。ベストアンサー MPU さんか。ペコパは時を戻せるけど、代償としてギャラが少し減りますと。ほう。まあ、くすって笑うか笑わんかぐらいの。あ、もうそれで終わりなんだ。え？え、今のがもう回答？そう。なるほど。なるほどね。なるほど、なるほど。もう紹介しててなんか恥ずかしくなってきたので、次行かせてもらっていいですか？まあまあまあ。そうですね。次行きましょうか。はい。あ、で、次。次が今日最後の質問になりますね。あ、ちょっと長くなってしまいましたが。はい、ラジオネーム CIH さん。ビビるほどカタカナを覚えるのが苦手なんですけど、覚えるコツとかありますか？
特に倫理でカタカナ用語が覚えにくいです。ああ。ということですが、タルシさんどうです？ちょっと最初聞いた時小学生かなって思ったんだけど、うん、カタカナそのものが覚えられないわけではないんですね。ああ、もちろんもちろん。大の大人だと思いますよ、これ。たまにでもそういう人もいる、いない？りってどうやって書くんだっけみたいな。書き順おかしい人はたまにいるね。ああ、いやなんか、そうとか。カタカナのよってどっち向きだっけみたいな。いる？いないか。出会ったことない。なんか見たことある気がするけどな、俺。え、身近にいるってこと？身近かどうか覚えてないんだけど、なんか見たことある、うん、そういう人。でも身近にいるな、多分。まあ、そのね、カタカナか、あんまり書かなくなっちゃってみたいなことだと思うんだけど、うん、まあ、今回はそれは関係なく。関係なく、シンプルにワードとして。はい、だ横文字が覚えにくいっていうことですね、多分。ことだね。うん。あ、倫理の授業でめちゃめちゃ出てくるもんね、外国人の名前ね。コンドラチェフとか。あ、それ倫理なんだっけ、あれ倫理だっけ、違うか、現代社会とかその辺か。でも確かに現代にいなさそうだから倫理癖。倫理って社会系だよね。そうだね、多分。どうする、どうやって覚える、横文字って。そもそも人の名前も覚えるの苦手だからな、漢字とかの。どうだろう、カタカナが覚えづらいか。カタカナで言うと絶対でもポケモンとかやってるよね。やってますね。それ全部ポケモンの名前ってカタカナじゃない？そうだね。それ絶対覚えれるくない？覚えれるね。そういうことや。まあだからポケモンバトルすればいいってこと？倫理の人たちで。ああ、そうじゃない。あ、ってことはあれじゃない、倫理版ポケモン作ればいいんじゃない？ポケットモンスター、倫理&現代社会みたいな。そうそうそう、めっちゃ売れなさそう。絶対売れない。しかもなんか人を刺激して戦わせるの、なんかそれ自体が倫理に反してるからね。うわ、ベストアンサーだ。出ちゃいました。ちなみにベストアンサーはなくて回答が1件ありまして、はい、西の外地底人さんは、カタカナ用語は、言葉の意味に関係するモンスターだということで覚えています。私が実践している方法でしかないのですが、言葉の意味に合うような生態を持っているモンスターを想像してください。役に立てば幸いです。虹の外。え、ということは最後なんて、役に立てば幸いです。虹の外。虹の外、うん、この人の名前かな、虹の外地底人さんだから。ああ、びっくりした、なんか、うん、呪文を唱えられたのかと思って脳みそが停止したんですけど、のせいでした。まだまだだね。なるほど、だから語呂で似てるのをイメージするとかそういうことでしょう。そういうことじゃない。コンドラチェフはまあなんかドラ持ってるおっさんみたいな。え、ね、ね、そういうことです。まあ、リザードンみたいなね。リザードンみたいなね。うん。そういうことですね。これでよかったんかな、この人の回答としては。ああ、まだチャンスあるね、ベストアンサーの。ああ、これ結構最近だ、9月6日だから。あ、回答受付が終了しましたって書いてあった。そういうのあるんだ。受付終了とか。うん、決めれるんだろうね。なるほどね。そう、遅かったか。もう受験終わっちゃったか。間に合わなかったな。受験用に？いや、まあテストかな、期末テストかな。以上でしたが、今回はどうでしたか？先生、そうですね、まあいい感じに。お願いします。脳みそを停止したまま回答できる。なんか結構あれだね、眠いかなんか分かんないけど、うん、めちゃめちゃなんか切れなかったね。あれ綺麗なかった、うん、今日、うん、うんちの時ぐらい綺麗あったの。あ、むしろうんちの綺麗はないんだけど、脳みそ動いてなくて質問勘違いしてるからね。あ、でもすごいなんか熱意は伝わってきたよ。あ、うんちに対するやっぱ、むしろね、あの倫理ポケットモンスター倫理整形ぐらいのあたりのところの方が、
もうちょっと脳みそ動いてたんじゃないかと思ったんだけど、確かに終盤は頑張ってた感はあったけど、確かに序盤なんだっけ、何の話したかあんま思い出せないですねまあその程度の質問しか俺用意してないから安心して大丈夫、間違ってないよ。なるほど。ああそうだね、マックドカ食い部の活動内容とか、うん、全然ね1時間話せるんですけどマジ、え本当に活動してたの？いや、あの普通に毎日マック行ってただけだけど。騙すなよ。それはまあ実質ドカ食い部でしょ。そういうの信じちゃうんだから。いや割とあの僕の卒業写真、高校3年生の卒業写真の時結構ブクブク太ってるんですけど、うん、あれ大体マックのポテトでできてるんで。ああ、あれそういうこと？あの部活の活動のせいですね、あれは。甲子園目指してたみたいな感じか。ああ、なるほどね、尻がでかいタイプの。そうそうそう、あれ全部脂肪なんでちょっと目指せないですまあ写真また貼っとくんで写真は貼れませんが、うん、まあ、イメージ画像はね載っけといてください。じゃあイメージ画像ねオッケーオッケーオッケー、もうパッて浮かんだから今それ上げときますはい、ということで楽しかったですね今日もとっても楽しかったですというわけでうんち会でしたはい、ありがとうございました。ありがとうございました。しんおやすみだしん、また来週だしん。